ノイズどいてよ。通れないじゃん。いやーダニ、この2つのピタゴラスイッチを完成させたらここを通してやるぜ。なんかちょっと難しそう。さあさあ、組み立て方書いてあるよ。ほんとだ、これを見てやれば。こいつは俺様がいただくぜ。えおまけにパーツも全部ぐちゃぐちゃだぜ。ノイズひどいよ。完成するまで俺様はここで昼寝でもするか。クマリン、頑張って組み立ててみよう。オッケー。みんなグッドボタンで応援してね。じゃあまずはこの観覧車みたいな方からやってみよう。くるくるって、もう終わらないじゃん。完成したら回るのかな。とりあえずこのパーツはここでしょ。あれ入らないや。くもりん、この箱を見て。この水色のパーツは何かに支えられてるみたいだよ。あ、ほんとだ。上から下に玉が落ちてくるから長いパーツでここの穴に入りそうなのはこれじゃない。うん、そうみたい。これと同じようなパーツがあるはずなんだけど、これかな。うん、これだと穴が大きすぎるみたい。このパーツはここかも。あ、ほんとだ。似てるパーツはこっちかな。入った。どんどん行くぞ。これはハンドル。このパーツは2つの穴が必要みたいだから、こうかな。違うみたい。こっちはどう。あ、こっちのパーツはこっちで、これがここにはまるみたい。あー、すごい。ここの穴にはこのパーツ。もうすぐできそう。水色のパーツをつけたらできた。玉を転がしてみよう。おお、転がった。やっぱりこの観覧車動かないじゃん。確かに壊れてるんじゃないの。ここに電池を入れるんだ。タイヤの電池を入れてスイッチをオンにしたら動いた。もう一回やってみよう。上から転がって観覧車で玉が上に上がって、わあ、落ちちゃった。ここにもパーツが必要みたい。どれだどれだ。これかな。あー、違うか。じゃあこれはぴったりだ。俺様の方が早かったな。スイッチオン。
のカニ。ノイズ電池を入れ忘れてるんじゃない？電池？電池を入れたら動くんだよ。ほら、あ、階段みたいに玉が登ってる。2つのコースがあるんだ。面白い。あ、僕たちの方が早く動かせたから僕たちの勝ちだね。ピッシャー。電池はどこだ。あ、行っちゃった。ノイズのおかげで楽しかったね。そうだね。このおもちゃは全部で7種類あるよ。違うのも組み立ててみたい。そうだ、ピタゴラスイッチ。クロリーン。ノイズキーホルダーが出たよ。カンカンカン。お家の鍵につけたり、ランドセルやリュックにもつけたりできるんだ。キーホルダーをつければ忘れ物しなくて済むかも。火のいい匂いもするんだよ。ピンクだ。僕とクマリン、クマとプリルのキーホルダーもあるよ。そう、レッド、ペンケース、2種類。かわいい。マグカップ2種類。ブランケット2種類。やった。塗り絵ポスター1種類。すごい。僕たちの LINE を開いて、この画像をポチッ。サンサンキッズ TV 公式ネットショップ。ここから簡単に買えるから大人の人に相談してみてね。 LINE の登録はこの動画のタイトルを押して、この青い文字を押せば、ほら、簡単でしょ。こっちの青い文字でもグッズが買えるよ。塗り絵ポスターを塗って、ツイッターでハッシュタグサンサンキッズ塗り絵コンテストで写真を投稿してね。どうして？投稿してくれた子の中から抽選で3名様に景品をプレゼント。ー、印象はサンサンオリジナル目覚まし時計。僕が君の名前を呼んであげるよ。 B 賞は君の塗り絵をトートバッグに。 C 賞はお名前シールを5枚プレゼント。投稿してくれたみんなの塗り絵は動画で全部紹介。すごいすごい。応募は5月17日日曜日まで。たくさんの応募待ってます。パパもママも親子でゲットしてニコニコ超ハッピー。ほにゃ。歯磨きの歌ダンス、みんなも踊ってみよう。ご飯をたくさん食べたらね、おいしそうなおやつ発見。お口をあんと開けたらね、ばいきんさんが隠れてる。ちゃんと歯磨きできるかな、すぐに虫歯になっちゃうよ。ピカピカ歯磨きできるかな、綺麗になったら嬉しいね。シャカシャカクシュクシュ、シャカシャカシュワシュワ、横の歯前歯に奥歯も磨いちゃおう。みんなもお家で歯磨きの歌のダンスを踊ってみてね。ダンスを LINE アットに送ってくれたら動画で紹介しちゃうかも。顔を出すのが恥ずかしい子は好きなお面をつけても OK。 詳しくはサンサンキッズ TV のTwitter やInstagram をチェック。